お見合いで結婚することになって、式場の予約に行った日の夜に、婚約者から、実は、僕はゲイなんだ。カムフラージュで君と結婚しようと思ったけど、担当者さんに、結婚式場のね、一目惚れしてしまった。彼に、僕が、偽りの結婚をする姿を見せたくないから、今回の話はなかったことにしてくれ。ってカミングアウトされて、話し合いの結果、慰謝料をもらって婚約破棄。後日、彼が、式場のキャンセルに行った時に、担当者さんに告白し、なんと、まさかの OK をもらったらしい。この報告メールを最後に、連絡は途絶えたんだけど、数ヶ月後に、私宛ての手紙が実家に届いたが、その内容が、彼が実は既婚者で、奥さんが、僕との関係を疑ってるらしい。だから、僕さんの婚約者です。僕さんと、ご主人は変な関係じゃありません。って言ってほしい。これ、奥さんの携帯の番号です。だって、知らねえよ。と放置してたら、さらに、数ヶ月後に、婚約者の両親が嫁ってきた。また、お見合いをさせて、いいとこのお嬢さんと縁談がまとまりそうだったのに、婚約者の彼氏の奥さんが、どうやって調べたのか。お見合い相手に、婚約者とご主人の浮気を暴露して、破談になったそうだ。男性と付き合ってたことに驚いて、婚約者の両親が、婚約者に話をしたら、その対策は、私ちゃんにお願いした。私ちゃんが、約束通り奥さんに説明してくれてると思ってたのに。そしたらこんなことにはならなかったのに。というので来たと。約束したなら守ってよ。できない約束ならするな。って怒鳴られたから。約束してないから守るものもない。てか、もう私は関係ない人間なんだから巻き込むな。これ以上迷惑かけられるなら警察に行く。と言ってからは、手紙も一つもなくなって平和になった。お見合いは、見る目がある人が選択できる方法なんだね。私みたいなのは、お見合いしちゃダメだと学習したから、これ以降、お見合いはしてない。地道に恋愛結婚を目指す。できなければ、ご縁がないもんなんだなと諦めることにするよ。